はい、こんばんは。アキラのゲームへこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。はい、というわけでですね、昨日雑談をしたんですけれども、今日もちょっとほぼ雑談に近い感じになります。はい、っていうのが、ちょっとですね、まだ、作業時間が取れなくてっていうのもあるんだけども、とりあえずちょっとね、イベントダンジョンの方がね、チケットがね、なかなか僕消費が進んでなくてですね、それをちょっとね、消費しておきたいなって思うのと、あともう一つですね、ちょっとね、ガチャを回さざる得ない、ちょっとですね、状況になってしまったんで、まあ、理由は後ほど言いますけどもね、ガチャの方もちょっとね、回していこうと思います。では参りましょう。このチャンネルはほぼ毎日じゃなくて日曜日を除くほぼ毎日スマホゲームの実況を投稿しているチャンネルなんですけれども、最近は編集はだいたい息子の枕元でやっています。私が中野明です。以後お見知りを。はい、それではちょっとねイベントダンジョンを回っていきます。ダンジョン回っていきます。ですね、こんな感じでこれじゃない、なんせね、まあオーブたまり次第回ってるっていうだけなんですよ。もう今回復薬とかも今あれ、回復薬今期限付きのやつって9月30日までなんだよね。9月30日までっていうのは、いうことはイベントダンジョンの今回のランキング対象は24日までやけど、 24日までやけど、その後も続くんだよね、今回の期限付きのっていうことは、なんかあんじゃねえかと思って僕は勘ぐってですね、使わず置いているんです。はい、まあ、今回のイベントダンジョンも普通に回ってれば、まあ僕は多分500以内ぐらいはキープできそうなんで、それはそれで全然いいので、なんとなく、うん、今回の今オーブ回復薬の期限付きのやつが9月30日までなってるっていうところを踏まえて、それは使わずに今はやっております。で、それでもその結局そのナイトメア回ってると、エクストラチケットがめっちゃ貯まるじゃないですか。正直エクストラチケットの消費で追われてるって感じですね、今ね。でね、超級ゴッド級は1日1回しか回れないからね、あれじゃ結構使えるんだけども、にしてもいろんなものが溜まっていく。メダルが溜まっていくのは嬉しいんだけどね。あれが730枚ごとにね、言うならマザーソウルが30個もらえるんで。っていうつもりで、今は、なんですか、このイベントやってます。だから、常にこのね、イベントの振り返りっていう話をしていくと、どうしても作業になっちゃうよね。もう少しなんかね、これをしながら、ボス戦ゴッド級とかを、やっぱ、エクストラチケットとかランキングとかとは関係のない位置にしてほしかったなと思いましたね。うん。いろんなことを試せないじゃないですか。ね、だからそのエクストラチケットで限定で回らなきゃいけないけど。だから多分この今週の木曜日に追加来るであろう最終章は、そういうイベント、ランキングとか書いてなかったじゃないですか。だからランキング多分関係なしのボス戦内容とかなってるんやったらいいんやけどなと思って期待しております。多分そうやと思うんだよね。なんやかんややりながら、こう、一応ね、魔獣ハンターをね、ちゃんと一回ずつやってですね、取りこぼしのないようにして、チケットとね、なんせね、メダルですよね。メダルとか、エーテルコインだよね。エーテルコインが、ね、お目当てです、あれがね。あれを730枚、貯まるごとに回して、で、マダソーを15個ゲットしていくっていう作業の繰り返しをしている感じです。まあ、じゃないと、なんかな、進まないというか。で、なんとかね、まあ、ほら、すぐに、まあ、バトルチケット溜まっていくからね。77枚とかすぐなるから、これを減ら、だから、うん、一時期僕200枚ぐらいあってたんだけど、ね、これを減らすのに、日々追われておりますね。まあ、基本的には、だから上級とかも全然楽に回れるからいいんだけど、楽に回れるからいいってわけじゃないんか。ね、だからこそ作業になっちゃってんだけど、ね。だからもうちょい、それこそ、なんかこう、この3体揃えたらこうポイントが高いけれども、そうそう、他のゲームであるんだけど、敵にバフを与えれば与えるほどこっちがもらえる報酬が 1.5 倍 1.7 倍とかで増えていくっていうのがあるんですよ。メガヒスっていうゲームの中にはあるんですよ、イベントダンジョンで。あれいいなと思った、ね、敵に攻撃力アップとか、あと死んだら爆発してこっちにダメージを与えるとか、いろんなバフが何種類かあって、それを与えることに敵の難易度が上がっていくんですよ。で、上がっていくともらえる報酬が倍化するっていうのがあったけど、あんなんね、ああいうので選べたら面白いなと思った、ああいうシステムはとか思ったり、他のゲームやっててね、まあ、昨日のねサブチャンでも少し話したけども、ラストクラウディアにもこんなのがあったらええなって思うのって結構ありますよね。ラストクラウディアでなんかいいんだけど、そういうところがいろいろ足りてないゲームだなと思いつつ、ね、まあでもどうしても作業になっちゃうよね。これソサゲ界隈全てにおいて言えることなんかもしんないけれども、まあ
オート集会が実装されたからこそ余計になんだけど、こういうイベントの時はそういう自動じゃないようにするんだろうなとは思ってはいますけどね。まあでもカゴエルとオニシンはね、今回その通常ガチャで今後出ると一応ね、一応入ってるってことだけど、あれ確率ね一応全部一緒なんだけどね、ね、偏りなければね普通に出るはずなんだけど、こういうのがやっぱりでも常設で出てくるんだったっていうのと、どうしてもなんかこう、こういう言い方があるけど当たり外れって生まれちゃうよね、気持ち的にね、うん、絶対そういうわけじゃないんだけどね、絶対そういうわけじゃないけど、それでも旧キャラって言い方してあれだけど、まああえてだからね、僕は一応ローランドよりも前のことを旧キャラっていう形に言い方にしてるけどね、を今更こう育成するのってやっぱ優先度としてだいぶ後ろじゃないですか。新しいやつが手に入ったらやっぱそいつに集中して育成して使っていくようになるし、てかそれが優遇されてるような仕組みになってるし ね、だそこも踏まえてないけど、まあどこをもって楽しむかって結構難しくなってきてるところは結構ありますよね。うん、まあその点僕はなんつうかな、ストーリーに期待しているのと、やっぱ 1.5 周年が間もなくなんでね、やっぱそこで何かしらの花火がね、まあ、昨日のね雑談でも言うたけども言ってやってくれると思ってるので、ね、あれ当たれば面白いですよね。いずれにしろウルトラレアアークは多分3ヶ月タームぐらいで僕は来ると思ってます。そういう意味ではそろそろ来るんじゃねえかなと思っているんですけどね、まあ、にしてもこの破信対戦の必殺技連発できるとルキエルの時間止めれるは多分めっちゃ相性いいっていうか、発信対戦を使って面白いなって思うのは、ね、最初にあったけどね、ゴルム対戦コンボね。あのコンボもおもろいし、そういうの、あのコンボを使って他でもなんかいろんなことできるかなっていうのを試すのも面白いですね。とか、うん。発信対戦の一番おもろい使い方みたいなのもね、一番、ルカゴールキエルが一番面白いと思うんだけど、他ね、なんか面白い組み合わせ、こんなんもやってみたら面白いですよ、みたいなのあったらね、ぜひコメント欄書いておいてください。最近ね、米読みを、昔はね、ずっと米読みやってたんだけどね、全米読みってしてたんだけど、日曜日にね、それを休むようになってから、コメント欄が減りました。寂しいです。ただまあ、いつもね、毎晩23時からね、プレミアム公開やってるから、そこでね、話し尽くされてるっていうところもあるんですよ。結構話し尽くされてるっていうところもやっぱあるんだけど、なので、普段、動画見ながら、動画だけ見てる人と、プレミアム公開も一緒に見てる人、多分どっちもいると思うんだけど、後からってあれ再生できたね、再生できたって確か聞いたことあるんだけど、だったらいいんだけども、あっこ結構楽しいですからね、まあ皆さん機会あれば見てるだけの人もいると思いますけども、ぜひぜひチャットに参加してもらえれば必ず僕はコメント拾いますので、そういう意味ではね、生放送とかのニーズも結構あるんだけどね、根強くあるんですけれども、それも含めてね、そうだからミラティブとかね、ああいうこともした方がいいのかなと思いつつも、どうしても僕は子育て中なんで、生放送ってね、まあ、生ではなくてもね、子供入ってくるのにね、僕ね生放送なんか余計に多分事故の方が多くなると思うんですよ。だからそういう意味も含めてですね、今はこういう録画で収録でさせてもらってますね。そうこうしてる間に結構今でも言っても4週ぐらいか、77枚が57枚になってましたんで、ぼちぼち、減らされてます。8分ぐらい。うん。今日喋り出してからだけど、今ね、収録時間8分ぐらいだけど。もうあと2回ぐらいで、これはいいかな。いい加減このおっさんのラスクラダンギンは来てくるとは思わないけどね。てかね、リアルの知り合いでね、ラスクラやってる友達が僕いないんですよ、正直。そういった意味では、ここが唯一、そのラスクラ、っていうゲームについてね、人と話せれる場なんで、はい、そういった意味では僕自身がやっぱ楽しんでます。はい、こんなもんで今日の集会はいいかな。はい、じゃあエーテルコイン回しときます。このエーテルコインの仕組みもね、いるって思うけどね、普通にエーテルコイン250枚とマザーソウル5個交換みたいな仕組みでも全然いいんですけどねそっちの方が楽なんだけど、まあでもこの素材がいる人もいるよね。ね。だからあと僕はこの余ってる素材もそうだし、今回この強化薬もめっちゃ手に入ってるじゃないですか。だから強化薬使って
あのまだレベル80になってなかったやつらをレベル80にして石回収したり、あと赤鬼とね紫鬼は結構枯渇するけどとか二重鬼は、ね、枯渇するけど、あのそれ以外の素材はたっぷりあるんで、それ以外の素材であの能力解放できるところってのはもう全部能力解放を今していってます、まあ、っていうのをやりときなんやろなと思いつつ、まあ、だから次にじゃあ24日新ユニット来るかって言ったら僕はないと思ってるんですよ。もうザイクスとリリーの6凸があって、ランスベルとエリザの6凸があるっていうのをね前もってあえて告知してるっていうことは、多分逆に24日にはそれ以外の盛り上がりがないんだと思うんですよ。幻影の塔も来るしね、あの新しいあの最終章のラスボスも来るしね、多分ないと思うんですよ。でその代わり9月の30日だったんですよね。あのそうそう、先ほど言ったように9月3あのこれがほら開催期間が9月30日水曜の12時59までですよ。イベント気づいてましたこれね。だから木曜日じゃないですよ、9月30日の12時59分にアップデが多分来るんですよね。24日じゃなくて、だから30日に多分新ユニットがもしかしたら来るかもしれない。10月1日じゃなくて9月30日月末に来るのかもしれないと思った。まあこれはね多分大人の事情とかいろいろあるんだろうなと思いながら、これだけね木曜日じゃなくて水曜日だよっていうのだけお伝えしておきます。な、何そんなにじっとこっち見ないでよ。でねガチャ回そうと思うんですよ。ガチャ回そうと思うんですけど、その理由の一つがですね、私ですねあのあれがないんですよ。ほらプリズムがあと4つしかないんですよ。でまあこれコアコア例で出したんだけど4つしかなくて、で私の大好きなザイクスさんね、前も言いましたけど、もうすでにソウルが605個、うん、5個も余っちゃったね。600個超えてるんですよ。で、これが6凸来た時に200、400も用意してるんですね。6凸まで一気にできるように用意してるんだけど、6凸まで行こうと思ったら、プリズムが6ついるんですね。そうなんですよ。足りてないんですよ、僕今。で、かつ、あの、シンさんも間もなく6凸なれるぐらいに今、鍛えてるんで、そのシンさんの6凸分のやつも考えたら、マザーソウルが全部で、まだそうじゃない、ごめん、プリズムソウルが10個いるんですよ。だあと6ついる。っていうことはどうしたらいいかって言ったらね、ガチャを回すしかないんですよ。ガチャを回してユニットをかぶってそれをもらうしかないんで、ガチャ回します。それが何のガチャ回すかって言ったら、それは当然皆さんチケットガチャでしょう。チケットガチャ、はい、こちらね、ユニット確定ガチャチケットがちょうど7枚あります、はい、なので、これでですねプリズムソウル7つ稼げれますんで、あとそうだな、次にガチャチケット他もあるんで、チケットを回しておきましょうか。10連1枚ありますし、ガチャ普通の青チケが10枚、Sレア確定ガチャチケ5枚ってあるんで、これも一緒に回しておきます。次にだから25連プラスはガチケ7枚っていうのを回しておこうと思います。で、ここにも入ってるよね、あいつらは。ね。シンもカゴエルも入ってるし、そしてオーゲスも入ってますね。だからもしかしたらオーゲス出るかもしれない、ここから。っていう願いも含めてですね、まず青チケ10枚いきます。お願いします。まあ、このね、こういう、なんていうの、無心っていうか、目的がね、ちょっと違うところで、ね、欲しいのが出ることってやっぱあるじゃないですか。ね。よくあるピックアップ、一個前のピックアップがよく出るやつのパターン。あのパターンで、オーゲスが今日来ることも、あると僕は思っています。お願いします。お願いします。赤く変わらないやつですね。はい、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 はい。では、金地系があります。僕には金地系がありますんで。インチ系の5枚があるんで、これいきます。お願いします。お願いします。アーク確定チケットがね、これから0枚ってところがまだいいですね。僕ね、持ってないところがね。お願いします。まあこれはね、あの金チケ確定の5枚なんでね、金以上が確定ですので、お願いします。金以上確定は一応赤になることもあるらしいんだが、赤くなったことが僕は一度もないんだ。さあ、はい、変わらないよね。はい、黄色いです、黄色いです。ではですね、Sレア以上1枠確定10回チケいきます。まあ、これで、ここで出なかったら僕はもうオーゲスとは縁がなさすぎると思います。さあ、お願いします。なんとなく赤いのくはなるような気はしているんだけどね。お願いします。じゃじゃん。お願いします。さし、ね。ほら、赤くはなる気はしてた。ね。散々今まで赤いのが出てなかったから。赤玉が1個だけ。ドン、ドン、ドン。ほっ。いやー、久しぶりですね、グラバインさん、ね、はい、ここでもプリズムソウルを1個ゲートすることができました。ありがとうございます。まあ、目的は上々です、はい、プリズムソウル稼げた。
最後じゃあユニット確定ガチャチケット7枚一気に使ってみようと思います。こんなこと初めてですね。10枚貯まってからやろうと思ったけどもう間に合わない。では行きますね。こういうのこそねちゃんと貯めといてですね、ね動画内でねダンって出すのがいいんやけどもお願いします。これがねこういう絵になるものでね出てくれたけど、ここでシンとかカゴエルが出る可能性ももちろんあるからね、あるからね。じゃあいきます。もう演出はいいんだよね。っていうか赤色で出てこいやね、ユニット確定なんだからね。ね、さあ、はい、赤くなるのも分かってたし、はい、そうなと思うの分かった、そういうのも知ってる。おい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 、おー、ロメル出るね、やばいね。ロメルがでね、無印ルキエルも出たし、コーリセビアで、無印リラ、そしてグラバインまた出た。ね。これグラバイン来るんじゃないという妄想もしつつ、こんな感じでした。いつだって、覚悟はできている。はい。って感じ、今日はですね、イベントダンジョンの周回雑談と、チケットガチャの方を回してですね、プリズムソウルの補充をしてみたんですけども、予定通りプリズムソウルの補充はできました。まあ当然ながらでもうユニットは全部持ってるからね。だから被るしかなかったんだけど、まあまさかその中でね、グラバインが2体、そして、ロメルが2体ですね、出てくるとは思わなかった。はい。ちね、まあまあその辺はですね、まあ旧キャラの話を少ししたけどね、旧キャラを活かしてね、ずっと使ってる人たちもいるんで、そういった意味ではグラバイン使ってる人あまりいないからね、グラバイン使ってみて映像をね、いつかね、ちょっと前にリークでありましたけどもね、少し前にね、あの感じで出る可能性もあるんでね、鍛えとこうかなとか妄想しておきます。で今日の動画ですね、まあ面白かったらよかったなと思いましたらね、忘れず高評価の方よろしくお願いします。でまあ動画の最初でも少し言いましたけどね、旧キャラね、前昔のキャラとかでも、もう今でもこれだったらこういう風に使ってるよとか、こういう生かし方あるよっていうのは何かありましたらね、ぜひぜひコメント欄書いてください。で明日はですね、水曜日ですね、木曜日のアップデートの告知が来ていると思いますので、そちらの話をしていこうと思います。それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。あの時は抜かざるを得なかったのだ。奴を前にした時、若き日の屈辱、あの時の劇場が蘇ってしまったからな。それも言い訳でしかないか。つまりは俺もまだまだ未熟ということだ。